旗手レオ、ライプチヒ戦で CL 初ゴールを記録。うおーおお。旗手来たー。旗手 CL 初ゴール素晴らしい。これでセルティックの日本人トリオ全員 CL でゴール決めれた。旗手がマジでうまいな。よく詰めてた。というか、動きも相変わらずいいし、移籍は待ったなしやろな。旗手の嬉しそうな顔見れて嬉しい。旗手も早くステップアップしてくれ。セルティック普通に強いな。ブンデス2位に勝つセルティック。今年のセルティックはガチ。セルティックは国内だけってイメージが強かったからライプチヒに勝ったのはかなりの驚きだわ。日本人がセルティックに移籍する意味はないと言ってた皆さん。